YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日紹介する車はこちら。ナッツ RV さんのキャブコン、クレソンボヤージュタイプ W という車になります。乗車定員が7名、就寝定員が6名の車になります。こちら、ベース車がトヨタのカムロード、ロングセラーのクレソンボヤージュが新電装システムを要してさらなるラインナップの充実をということで、エボライトという電装システムが装備されています。このエボライト、ナッツ RV さんの他のキャブコンであるクレアなどに使われているエボシステムのちっちゃい版と思っていただければいいと思います。こちらのクレソンボヤージュはクレアよりも一回りサイズが小さいキャンピングカーになるので、エボシステムが搭載できませんでした。そこでナッツ RV さんは研究に研究を重ねてクレソンボヤージュに搭載できるエボライトを開発しました。このエボライトバージョンでは標準装備も充実しておりまして、例えばこちらカムロード専用のアルミホイール、こちらも標準装備となっております。エントランスの反対側、運転席側についているのが外部電源のコネクター部分、そしてガソリンの給油口になります。その後ろについているこちらの扉がマルチスペースにアクセスするためのドアになります。そしてその奥側の扉、こちらは2段ベッドの下の部分の収納スペースにアクセスすることができます。ちなみにエントランス側の後部についていた扉はこちらの後ろ側の扉とつながっています。ではクレソンボヤージュエボライトの室内にお邪魔したいと思います。まずはこちらのエントランスの扉になります。エントランスの窓は下から上に上げるとシャッターが閉まるようになります。エントランスの扉を開けるにはこちらの取っ手の部分を手前側に引っ張ると内側から扉を開けることができまして、逆にこの取っ手の部分を押しますとロックがかかるようになります。こちらにはビニール袋などを入れておくとゴミ箱として使うことができます。外部電源のコードをこちらに収納される方もいらっしゃるんだそうです。エントランス入ってすぐのところにあるこちらのスイッチがメインスイッチになります。家庭でいうブレーカーのようなものだと思っていただければいいと思います。そしてその隣にあるスイッチが外灯のスイッチ、外灯はエントランスの上部についています。そしてメインスイッチの隣にあるのがサブバッテリーの残量メーター、これらのスイッチの下にあるのがシューズボックスになります。ロックは真ん中の丸いボタンを押すだけ。シューズボックスはこのように2段になっておりますが、真ん中の板は取り外すことができますので、長靴やブーツなど背の高い靴も収納することができます。その下段も収納スペースとして使うことができます。僕自身もこの部分に外部電源のコードを収納しています。乗車人数が多い時などはこちらもシューズボックスとして使うといいと思います。続いて見ていきたいのがこちらのエントランスのステップ。十分な幅がありますので夜中外に出たい時も安心して外に出ることができます。このように大きな手すりがあるのも嬉しいポイント。続いてこちらが室内の映像になります。オーソドックスなテーブルを挟んで向かい合うダイネットの作りになっています。続いてこちらが運転席助手席部分になります。サイドミラーが縦に大きいのでカーブするときに看板などにぶつけないか高いところを見るのにも非常に見やすくなっております。またこちらの真ん中のシートも持ち上げれば座ることができますので、
こちらの部分に3名乗車することもできます。運転席の上部にあるのがバンクベッドになります。バンクベッドのサイズは奥行きが1800、幅が1870となっております。大人3名がゆったりと眠れる就寝スペースを確保することができます。バンクベッドの下の部分にありますのがコンセント類になります。上からテレビのアンテナの電源。こちらは外部電源をつないだ時などに使える AC の 100V のコンセント。そしてその一番下にあるのがキャンピングカーのサブバッテリーから使える DC の 12V のソケットになります。これがあればインバーターをつけていなくても携帯の充電ぐらいならここから取ることができまして、エンジンをかけてなくても使うことができます。そしてこちらがセカンドシートになります。走行中は窓側のシートに2名座ることができます。ちなみに手前側のシートはダイネットで食事をするときなどに使う補助のシートになりまして、シートベルトはついていないので走行中座ることはできないのでご注意ください。そしてテーブルを挟んで向かい側にあるのが3列目のシートになります。ドリンクのカップホルダーは窓側の部分に独立してついていますので、食事の時テーブルのスペースを邪魔することもありません。ちなみに3列目のシートの背もたれはこのようにホックでかかっています。シートベルトをするときは真ん中のシートベルトをぐっと引っ張って背もたれの間を通して使うことになります。走行中は2名座ることができます。ちなみに最近このテーブルの作りが変わりまして、今まではこのくっついてる部分に爪のようなものがあって、そのボタンをグッと押すとテーブルが外れたのですが、現在はこのように上下で引っかかっている作りになっておりますので、テーブルを外すときは反対側、ツール側のテーブルをグッと持ち上げて手前側に引っ張るとテーブルを外すことができるようになります。爪が折れる心配もなくなり、さらに頑丈になっておりますので、走行中にそのテーブルが動いたりする心配もありません。こちらのダイネットをベッド展開するときは、テーブルを外して2列目と3列目のシートの爪の部分にテーブルを乗せます。つまりベッドの天板として使います。そのテーブルの上に2列目と3列目のシートの背もたれを乗せることでフルフラットのベッドとして使うことができます。そのサイズ縦に1920、横幅は900ということで、大人1名が十分に寝られるサイズになりますが、お子様がいられる方はここに大人1人子供1人寝てもいいかもしれません。続いて車両後部を向いていきまして、ダイネットのテーブルの近くにあるこちらの補助椅子、食事をするときに使えます。シートベルトはついていないので走行中座ることはできないのでご注意ください。その補助椅子の上にあるのがエアコンになります。こちらのエアコンもエボライトなら標準装備、一晩中使っても4、5時間走るだけでバッテリーをフル充電することができるんだそうです。その隣にある電子レンジだってなんと標準装備、充実の標準装備で快適なキャンピングカーライフが送れます。シンクの下にあるのが冷蔵庫になります。90リッターの大容量の冷蔵庫も標準装備、通常は40リッターぐらいの冷蔵庫がつくのが普通ですので、このサイズがつくのはとっても嬉しい装備になります。
その冷蔵庫の隣、シンクの下にあるのが給排水のタンクになります。このようにボタンのロックを解除しまして、開くと給排水のタンクが出てきます。各20リッターとなっておりまして、このようにゴムバンドで固定することができますので、走行中に動いたりする心配もありません。そしてその上にあるのがインバーターのスイッチになります。インバーターとは車の電気を家庭用の電源に変える装置のことで、これをつけますとこのように家庭用のコンセントが使えるようになります。その隣にあるこちらのレバーはリアのエアコンの調整機能になります。そして赤いレバーをひねると FF ヒーターがつけます。 FF ヒーターはエンジンを切ったまま使えるヒーターのことで、こちらのエボライトはなんとこの FF ヒーターだって標準装備になっています。では続いてマルチスペースを見ていきたいと思います。こちらのマルチスペースはこのように個室になっておりまして、ポータブルのトイレを置いてお手洗いに使ってもいいですし、アウトドアが好きな方などはここに突っ張り棒をぶら下げてウェットスーツやスノボーのウェアなどを干すのに使う方もいらっしゃるんだそうです。では最後に車両の一番後部、リアの常設二段ベッドを見ていきたいと思います。画面を向いて左側の方が少し横幅が小さくなっておりますが、こちらでも700もあるんだそうです。一方広い方に関しては横幅は800あるんだそうです。二段ベッドの下段部分の下は収納スペースとして使うことができます。外観の時に説明したように外についているラゲッジドアを使ってアクセスすることもできますが、このように室内からアクセスすることもできます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。